士官。士官は、1873年から1945年まで、日本の陸軍が、軍の行政、警備のために設けた、地域区分である。日本の内地を分割して設けられた。軍艦、軍艦区のもと、旅館、連帯区、大体区の上にあたる。連帯、旅団の管轄区だった初期を除き、師団に対応する管轄区域である。 朝平制が適用されない、植民地の台湾、朝鮮には長く置かれなかったが、朝鮮にだけは、1941年に内地と性格が異なる士官が置かれた。朝鮮の士官は、軍管区の下、平地区の上にあたる。1945年4月に、士官区への改変により士官は廃止された。士官は、近代政時代の1873年に、 軍艦のもとに設けられた。この時期に、師団は存在せず、士官は連隊1885年から旅団の管轄区であった。この時代の陸軍は国内反乱への対応を重視したので、軍艦、士官は反乱勃発時に部隊が出動すべき、警備分担という性格が強かった。1888年に師団制に変わると、従来の軍艦が、 新しい士官に引き継がれ、士官は師団の管轄区になった。従来の士官は大体区、1896年以降は連隊区に引き継がれた。この時代に士官の作戦上の意義は薄れ、行政、特に徴兵のための区分という性格が強くなった。士団が戦争で士官の外に出た時には臨時に留守士団が置かれて、徴兵、補充など士官内の業務をき継いだ。 徴兵制施行後の陸軍の兵卒は自分が徴兵された国所在する部隊に属すのが原則であった。部隊の将校は全国から転任してくるが、兵卒は地元出身者からなる。しかし、徴兵率の地域間不均衡を作らないというもう一つの原則もあったので人口が多い士官で徴兵された兵士を少ない士官の部隊に回して調整した。 植民地の朝鮮に置かれた師団には、内地の士官で徴兵された兵士が送られた。個々の士官には、1941年まで、第一士官に第一士団、第二士官に第二士団というように、所在地の部隊番号と同じ番号が付けられたが、最初期には地名によって、東京士官、仙台士官という言い方もあった。1941年4月1日に番号をやめ、 地名で呼ぶ方法に改めた日中戦争が始まった1937年以降は、師団の数が増え、一士官が複数師団を支えることが当たり前になった。また、国外に出る師団が多くなり、留守師団の存在が常態化した。1945年、第二次大戦の敗色が深まり、連合軍が本土に進行する可能性が高まると、 国内の区分に、作戦上の意味を持たせる必要が強まった。4月に士官に変えて設けたのが士官区で、特定の士団との結びつきを持たず、作戦部隊で内緒部隊を指揮下に入れた。この年のうちに日本は降伏し、陸軍が解体されたため、士官区もまた廃止になった。1871年6月、明治4年4月に設置された賃代は、2、4、 六と市大に数を増やした。管区が明確になったのは四賃大になった同年十月、明治四年八月だが、この時は兵力、区域ともに賃大間の格差が大きく、全国成一の制度とは言えなかった。士官が設けられたのは、賃大条例改定により六賃大が設置された1873年、明治六年1月である。このの管轄が、軍艦、 連帯の管轄が主官と定められた。その条文によれば、戦時に一死を起こすにるをもって、主官と名付けたものである。第二条。六つの軍艦のうち東京の第一軍艦と大阪の第四軍艦が、各三主官、第二、第三、第五、第六は、各二主官を持つ。第一条。北海道には、人代が置かれず、主官もなかったが、第五条。 トン兵設置の計画があった。他に天皇の護衛と位置づけられた、この絵も、士官を持たなかった。士官には番号が付けられたが、連帯所在地の地名で、東京士官、桜士官などとも呼ばれた、第一条、第三条。士官ごとに、不評一個連帯が置かれ、館内の反乱鎮圧に備えた、第七条。士官の館内には四十箇所の英所が置かれ、 14の本営と合わせて全国54カ所に駐屯した第四条。賃大制のもとで多くの権限は軍艦、賃大に置かれ、士官、連隊の権限は多くなかった。特に賃大の所在地が置かれた士官では、艦内に行使するすべての権限は、賃大の司令部が行使したの、所在地の連隊は、作戦部隊として行動するのみであった。 人代が所在しない士官では、連隊長が、司令官として士官に対する権限を持った。1877年、明治10年1月20日に、士官英書官員条例が制定されて、その権限が細かく規定された。司令官の最重要任務は、館内の草族、つまり、国内反乱の鎮圧にあり、第1条、不穏な情勢を偵察し、第5条、 政府中央や賃大との連絡の猶予がない、緊急時に地方間の要請で出動することができた第六条。1885年、明治18年5月の賃大条例改正で、軍艦を治める賃大司令官が戦時に師団長となり、師官は旅団長が担任することになった第一条。また、一軍艦に一律に二士官が置かれることになり、第一条。 三士官を持っていた東京と大阪では、東京軍艦の高崎、大阪軍艦の大津士官が配された。一士官には二個不評連隊が属したので、六軍艦、四団、十二士官、旅団、二十四個不評連隊で、以前と比べて十個連隊の像である。士官すなわち、旅団の番号は新たに振り直され、九士官の番号は連隊に受け継がれた。トン,ン兵がいる北海道の、 第七軍艦に士官がなく、この絵が士官を持たないのは、以前と同様である。この改正では、近代所在地以外にある士官の旅団長が、英書司令官となり、近代司令官に準じて、総上鎮圧等の任に当たることが定められた。第二十九条、三十条。またこの百八十五年、明治十八年改正では、士団、旅団が出生した時の軍艦。 主官の事務について、初めて規定が設けられた。陣大司令官が聖戦するときには、代わりの陣大司令官が置かれ、旅団長が聖戦するときにはその時間が、主官の止め後の事務を代理することとされた。第六条。ここまで説明した、陣大制の主官は、後の主団制で、旅管、大体区、連体区に継承された。これより後に説明する、主団制の主官は、 人大性の軍艦を継承したものである。下に、軍艦から士艦への擁護変遷を掲げる。1888年、明治21年5月12日、人大の故障を廃止し、師団に統一することを定めた、師団司令部条例が制定された。師団制のもとで、師団長は、士艦内にある軍隊を統率し、第1条、推進準備と徴兵のことを統括し、第2条、 不意の侵襲や災害で緊急を要する場合には、士官内の部隊を事故の判断で動かす権限を持った。この時従来の軍艦を士官に、士官を旅艦に引き継がせ、士官と士団、旅艦と旅団が対応するようにした。同じ日に陸軍管区票が制定され、賃頼条例の付録だった編成、管区の票が独立した法令になった。 市管等の管区を陸軍管区表で定めて公表するのは長兵事務にあたる市町村との関係で必要なことであった。この年の改正で全国は6つの市管に分けられ、市管の下には各2つの旅館、旅館の下には各4つの大体区と0から2の警備体区が置かれた。警備体区は離島のために特別に置かれた区域である。大体区のもとに2から4の管縮が置かれたが、 これは事務のための区域で対応する部隊を持たない。士官は複数の府県にまたがり、三箇所を除いて、府県会に沿って、境界を引いた。3つの例外は、三重県が第3士官、伊勢国、島国と第4士官、伊賀国に、福井県が第3士官、越前国と第4士官、若狭国に、岡山県が第4士官、備前国、三正国と第5士官。 備中国に分かれたところである。北海道は、関区制定に至るまで、第二士官第四旅官青森大大区に属することとした。1890年、明治23年5月19日に、山口県の赤間が関市、今の下関市と豊浦郡が、第五士官から九州の第六士官に移された。関門海峡の守備を統一式するためであろう。 1894年、明治27年の日清戦争は、6個師団、士官とこの絵師団で、はじめ、戦争開始後に、北海道で、トンゲン兵をもとに、臨時第七師団を編成した。この年10月16日に、陸軍管区票が改正され、北海道に第七師官が置かれた。第七師官設置と同日に、徳島県板野軍の鳴門用塞所属地を、 第五士官から対岸の兵庫県淡路島を管轄する第四士官に移した。これは、鳴門海峡の守備を同一士団に委ねるためである。第七士官の設置は、臨時第七士団を常設する意向の現れであったが、人口が少ない北海道で一個士団を支えるのは容易ではなかった。実際の士団設立には戦後なお数年かかり、あとは、 トンデン兵の整理のみという段階にこぎつけたのは1900年、明治33年のことであった。日清戦争の直後に日本はロシアとの戦争に備えて陸海軍の軍備拡張を計画した。陸軍は六個師団を増設することを求め、1896年、明治29年4月1日にその計画に従って士官を分割し直した。 この計画では、従来の第2から第5士官にある、角2旅館のうち、師団司令部の所在地を含まない方の旅館から、新設の第8から第12士官を作る、関東地方の第1士官からは当半を割いて、この絵師団の目のこの絵師官を割り当てる。北海道は第7士官のままである。こうして、北海道から沖縄までが、第1から第12士官とこの絵師官。 全部で13の士官に分けられた。戦争で獲得した台湾に、士官は置かれなかった。士官の教会は、基本的に従来の士官、旅館の境界を引き継いだが、分割戦では、旧旅館教会から変えた箇所が2つあった。すなわち、第4士官分割の際に、新設第10士官に移されるべき、淡路島を旧士官と止めて、 北海峡の防衛を第四士官の統一式に置いた。また、第六士官分割の際に、下の席、長崎、佐世保の三洋地防衛の人が新設第十二士官に集中するのを避けるため、長崎県を第六士官に留め、代わりに大分県を第十二士官に入れた。旅館協会を引き継いだ結果として士官が、府県会をまたぐ箇所も多くなった。 この改正では、旅館を廃止し、主館の直下に連隊区を置いた。連隊区は、大体区を改めたものである。連帯の所在地の変更も多かった。またこの改正から、陸軍管区表を簡略にし、司令部所在地と所属部隊を、陸軍常備団体配備表にまとめることにした。新主官の事務は、新しい師団司令部ができるまで、既存の師団長が行った。 第8士官は、第2士団長、第9士官は、第3士団長、第10士官は、第4士団長、第11士官は、第5士団長、第12士官は、第6士団長である。1899年、明治32年4月1日に、この絵士官が廃止されて第1士官に合わさり、全部で12士官になった。この絵士団の不評、騎兵を、 関東東部に限らず全国の士官から徴収し、天皇を護衛する名誉を分有させることにしたのである。これに伴い、第一士官の連帯区は八となり、他は四、第一士団だけでなく、この一士団の砲兵、砲兵、市長兵や、第七士団の不足分などに、兵員融通する役割を担った。そして1903年、明治36年には一度廃止した旅館を、 復活させた。連隊区司令部が、徴兵事務に当たるのは変わらないが、この重大な仕事を精密厳格に執行するために、旅団長に監督させるという理由である。1904年、明治37年に始まった、日露戦争は、この12士官13士団で、はじめ、戦争中に、交尾の2個士団、臨時の野戦士団4個を急増して戦地に送り出した。戦後、 陸軍は臨時編成の4個師団をそのまま常設とし、さらに増やして、平時25個師団、戦時50個師団に拡張する計画を策定した。さすがにそれは認められなかったが、第1期軍備充実計画として19個師団への拡張が承認され、そのために士官の区割り変更が必要になった。そこで、1907年、明治40年9月17日の陸軍、 区境改正で六士官を作り出し、全部で十八士官とした。この十八士官体制は1925年、大正十四年まで続いた。途中、1915年、大正四年に、朝鮮を所在地とする第十九士団と第二十士団が増設されたが、これは自らの士官を伴わなかった。新団の兵員は内地ので徴兵されて、 朝鮮に送られた。もっとも、教会変更はたびたびあり、士官の教会を変えたものとしては、以下がある。1913年、大正2年7月4日の改正で、小倉の第12士官増強のため、第5士官から山口県朝佐群と、第18士官から長崎県行き群を移管した。九百十五年、大正四年九月十三日に、士官、 連帯区の境界変更があった。士官レベルでは、兵庫県ひ上郡を第4士官から、福井県大井郡と京都府北桑田郡、南総田郡、府内郡を第16士官から削り、第10士官に移した。岡山県久米郡を第10士官から、愛媛県馬郡、新井郡、周総郡を第11士官から削り、第17士官に移した。愛媛県上受け郡を、 第十一士官から削り、第五士官に移した。熊本県麻生郡を第六士官から削り、第十二士官に移した。1920年、大正9年8月10日に、士官、連帯区の境界変更があった。士官の境界変更では、山梨県足柄上郡と足柄下郡を第一士官から第十五士官に移した。岡山県昭津郡を、 第10士官から第11士官に移し、戸又軍、勝田軍、真庭軍を第10士官から第17士官に移した。広島県太見軍を第17士官から第5士官に移した。愛媛県周総軍を第17士官から第15士官に移し、馬軍と新居軍は第17士官から第11士官に移した。福岡県朝倉軍を 第12士官から第18士官に移した。また、宮崎県湖遊軍を第6士官から第12士官に移した。1924年、大正13年5月5日に、旅館が再び廃止された。同年8月1日には、カラフト、南カラフトが第7士官朝日川連隊区に属すと、決められた。カラフトは、日露戦争の結果、ロシアから獲得した領土だが、 この時までどの管区にも入っていなかったのである。第一次世界大戦後の世界的な軍縮傾向の中で日本陸軍も軍備整理を進めたが、その第一次1922年の山梨軍縮と第二次1923年では士官、士団に変更はなかった。1925年大正14年の第三次軍備整理、すなわちうが軍縮で、 内地の4個、師団、8個、旅団、16個連隊が廃止になり、4月6日に、主幹の区割り変更が行われた。廃止されたのは、第13師団、第15師団、第17師団、第18師団である。廃止された連隊はこれら4師団の所属とは限らず、歴史の長い連隊を残す配慮が取られた。この改正で17個、師団、14師団となった。 士官を持たないのは、朝鮮の第19、第20と東京のこの絵師団で変わらない。1930年、昭和5年に、宇垣一世陸軍大臣は、さらなる師団削減を含めた、軍備整理を検討したが、翌年の満州事変により、事態が一変した。陸軍は軍閣に転じ、航空、戦車部隊、独立不評団などの部隊を次々に新設した。 師団の増加も計画したが、実現は後回しになった。1937年、昭和12年に、日中戦争が始まってから1940年、昭和15年までに、陸軍は多数の師団を増設したが、師官には手をつけなかった。新設師団は、自らの師官を持たず、旧来の師官で徴収された兵員で編成された。 一団と士官が一対一対応していた時代には、地域の徴兵率を均等にするために時々区割りを変更する必要があったが、一士官から複数の士団、部隊の兵員が徴収されるようになると、外に回す人数を加減して調整できるようになったのである。1939年、昭和14年7月29日に、朝鮮にある第19士団と、 第20師団に管区が定められた。師団管区という。師団管区の下には、連帯区に相当する、平軸区があり、徴兵はしないが、志願兵の受付など地区内の軍関連行政を担った。1940年、昭和15年7月10日に、陸軍は、士官の上に、軍艦区を置き、軍司令官、軍司令部に、軍管区の動員。 防衛を司さどらせるために、軍司令部令を制定し、8月1日に施行した。これ以前の師団長は天皇に直令する地位にあり、戦時に必要に応じて上級司令部の指揮下に入るという立場にあったが、軍司令部令により、天皇直令をやめ、軍司令部に礼する立場になった。同時に第一主管、第二主管などの番号をやめ、東京主管、仙台主管など、 所在地の地名から名付けることにした。士官協会は旧来のままである。1941年昭和16年11月1日に連帯区を府県に一致させる協会変更を行った。士官協会もそれに伴って整理され、一士官は三から五連帯区を抱えることになった。またこの時の改正では、朝鮮にあった次第関区を士官と解消し、 ラナン士官と形状士官を置いた。下に平軸を置くのは変わりない。両士官は2年後の1943年、昭和18年6月26日に廃止された。1945年、昭和20年になると、太平洋戦争での配色が濃くなり、本土決戦の準備が進められた。軍艦区と方面軍の作戦地域を一致させ、 作戦部隊の指揮を方面軍、その他部隊の指揮を軍管区と役割分担させることにした。これに伴い内地と朝鮮、台湾の軍司令官、軍司令部は2月11日から軍管区司令部、軍管区司令官となった。続いて4月1日に師団、留守師団が士官を管轄する方式を改め、師団と名目上も結びつきを持たない。 士官区司令部を新たに設置した。従来の士官は士官区と解消した。内地では従来の留守士団の司令部を士官区司令部に、司令部と補充隊からなる留守士団を士官区部隊に転換した。朝鮮では留守士団を新設士団に転換し、司令部と士官区部隊は新たに編成した。方面軍、軍管区の地域を一致させるために、 軍管区の区割りが変更になり、士官レベルでは、姫路士官を廃止して、長野士官を置いた。また、朝鮮には、士官、士官区が5つ置かれた。19士官区は、6月20日に、中部軍管区に属していた広島士官区と、全通寺士官区を廃止して、それぞれ、中国軍管区と四国軍管区に変更したことで、名目上17に減った。両軍管区のもとに、 死官区はなく、実質的に一死官区のみの軍官区である。この状態で8月15日の敗戦を迎えた。死官区の形式的な廃止は第一副院長が不要になった軍令を一括廃止した1946年3月31日である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。